Maybe we'll get two chapters done. ついに修行か。Naruto Conquest。まずは場所を変える。滝の裏に移動するぞ。了解。滝の裏。その修行、僕も付き合っていいですか。OK。ああ。まずはしっかり行動。そして。Naruto。Might as well save here. Now let's go into the waterfall. Here. Sukke. 滝の裏にこんな遺跡があったとは。それでここでは。ここでキュービと戦う。え？キュービと戦うって？まさか無茶しないでコントロールできると思うな。バカ野郎、この野郎。ここは昔から人中力に選ばれた者が禊を行う神聖すぎる場所。しかしヤマト隊長、俺はこれは俺にとっても大切な。ナルト、よし、まずは美獣と対話する。この先に。よし。Go talk to the Nine Tails guys.この中へ入って座って目を閉じすれば美獣に会うことができる。いよいよだってばよ、ナルト。俺は一度言ったことは曲げねえよ。第4章ナルト出生。 Glad to see you're still here, Trey. I'm wishing you all the luck that I can. 俺の話をよく聞け。説明。ナルト、お前に施されたキュービの封印術はどんなのだ。絶望。封印術？師匠封印です。師匠封印か、立派なもんじゃねえか。俺様の鉄鋼封印より硬いな。やはり封印を解くんですね。もしコントロールがうまくいかずキュービが完全復活したらどうするんです。この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。ここに封印するって。しかしそうはならねえよ。俺がやってみせっからよ、ナルト。よし、そろそろ扉を閉める。これからキュービとのやり取りを教えてやる。ナルト、お前に簡単。ルールは簡単。精神の中でキュービと挨拶したらまず封印を解け。キュービが封印から出てきたら自分のチャクラでキュービのチャクラを捕まえて引っ張り抜け。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。これ常識。キュービから直接キュービのチャクラを奪えばいい。それ勝利。言っとくが、チャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぜ。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか、説明はいらねえな。おお、
相変わらず目つき悪いな。なるほど、貴様、本当のお前はどこへ行った？感じないぞ。ここにいるだろ、お前の目の前によ。どういうつもりだ？もう分かってるだろ。そうか、わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てる。Start the battle. Overcoming hatred. This is the Ninetales. Awesome. It's gonna be one of those crazy boss battles. Alright. Over six.ナルト、俺様も戦いに参戦。オーライ。ウッチャンのサポートがあれば有利に戦える。まあ、俺は。And then we got two different choices. Let's always go that legend route, though. Kill the end, and then we'll get both the other ones.あえて進むか、修羅の道だけど、ナルトの力も全くの未知。 OK、 その可能性を信じて手出しはなし。やるのはアドバイスの話だけ。うん、サンキューだってばよ。 OK、 お前の着替えを汲み取る。俺様ナイスガイ、行ってこい。戦闘開始。いいか、やるべきことはそう難しくない。だから、この戦いはキューブのチャクラを奪うのが目的。けど今のキューブや元気でなんて切ると恐るのが優先でないと、チャクラは奪えません。キューブの攻撃はさらに熾烈、それをかわして近づけ。しれっと、わしの足元にも及ぶ。ナイス。生きてるんだ。いつにしてくる。Take that.
dodge the crazy fire attacks. There you go, Ninetales. Big news. Why do I beat? What's going on, Arrow Man? Amaina. Chakra pull. できん。お前はわしの憎しみの小さな一部にすぎる。俺はやっぱり。Yeah, I've been reading the manga for the last 10, 11, 12 years, whatnot, however long it's been going on. これは。Here we go. Hit it, Kareem. How about yourself? Kushina. Anata wa koko ni ite ii no yo.ナルト。なんだ。どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった。お前、キュービの正体だな。
なんという野蛮な笑い。女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの違う手まで。Red Habanero。 いきなりどついちゃった。たく、なんなんだってば。手番ね。生まれつきせっかちで早口だからつい変な口出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口虫が出てなきゃいいけど。じゃあニナと何も言わなかったのね。もう全く。おそう、私はあなたの。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。てばよ、か。That's funny too, because Naruto's always been able to make me emotional, at least. Yeah. Manga and anime. Onore, washi wo koko made shibari tsukeru. Kono ima imashiki chakra. Fushi na! Kaa-chan. Time for us to catch up, my mind tells us. Room to the floor. なんでもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃん。なら、前に出てきて、キュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あの時も、すげえびっくりしたっけ。ミナトは、あなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれ。何？さっきから私の顔に何かついてる？で、そういうんじゃなくて、母ちゃんが。そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃって、ごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら、俺ってば美男子ってことだろ？それに、母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろんあなたのお父さんよ。はあ、そういうこと。何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったらちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私とミナトが初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私とミナトは一緒のクラスになった。私から見たミナトの第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められる火影になりたい。私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげー強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて、ミナトを見くびってた。Maybe we'll get to see a little bit of the redhead habanero. ある事件？私は自分、けどその事件以来、私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね。それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時
私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。Except for Minato. 私は国境の間際まで連れて行かれて、もうダメだと思った。でも、その時。そこだ！そう。Minato が唯一。ただ一人、私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だから、すぐに気づいたって言ってくれた。その時の港は、とても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は、私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来、ミナトを大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ、私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。なんだろう。安心する。それにすっげえ嬉しい。こいつ、力があふれる。今ならいける。この勝負俺が勝つ。戦闘開始。下がる。Killed me? Retired from where we were then. Still hit me? Yeah.
I dodged it again. Go over to it. Why? この調子だってばよ。ずいぶんと弱ってきたな。オラオラ。どうなんじゃ、カオル？ここは私に任せるってばね。飛べる。今よ、やっちゃいなさい。Dodge. Oh, I'm about to die. One more hit. We're gone. No. I think we were really close there.この勝負、俺が勝つ。戦闘開始。飛べる。今よ、やっちゃいなさい。What am I just getting punched in? Damn. Naruto, 大丈夫？さすがに強いってばよ。Oh, he keeps throwing them. Not just once. Go ahead and pull that chakra out. No! Erg. That sucks. Go ahead and just throw him down to the ground. Oh crap. Gonna do it again. Man. Do we want to make our score go down? We can do this. Combat!
That's why. Here we go. Pull it out. Yoink.Here we go. Shadow clone time. Barely did any damage. Yeah, let's wait until he's about to do a really good attack here. Yeah, we're about to finish this guy off right now. Sorry, Ninetales. Uh-oh, here we go.That bumper!B. All right. Left, left, left. Get 4 stars? Yeah! We got it! Got it, guys. It's rank. We're getting a bunch of ninja info cards, too. Whole lot. Minions.Xbox is making such a weird noise right now. Naruto, I don't know. Doesn't sound that nice on the disc, I can tell you that. Naruto, washio korasete na. Naruto!まだこんだけの力が。おのれ、ナルト、うん、覚えている。おめえを悪いようには死んでてくれ。やったわね、ナルト。うん。ん？母ちゃんは。
今これで港のところへやっと行ける。うん、でも行く前にあの、え、ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私は前任の人中力、まずはそこからね。キュービの人中力だった。母ちゃんが？そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは、ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた？それに器ってどういうことだよ。渦潮が来れば、その一族の中でも私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか？そうよ。だよ、それなんだよ、それは。って来られた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人相になった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えて、たちはキュービの器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった？うん。もうナルト、あなたが泣くことないじゃん。そったキュービの事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ？父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、港は時間が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで？その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を？中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会？何だってばよ、それ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし、出産を迎えるまでの約1ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために、美獣、16年前の10月10日、私は三代目様の命の元から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもしの処置。港も出産には立ち会ってくれることになって、準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。なら俺は先に行くけど問題ないよね？ Looks like we're gonna play through that portion. もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。もう、それと木の葉の門に迎えの忍びがいるから、ちゃんと連れてきてもらうようにね。あとは、ミナト、私のこと。いや、そんなことはないよ。本当、いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫。だからさっさと先に行って用意しておいて。そうだね。なるでしょ。わかったよ。慌てる。でももう少しで。
we're gonna be Kushina, huh? I don't know why it looks like my connection's in trouble. Especially if it saves there. Let's see if it keeps some stuff. Whatever reason it's staying on red here. Maybe we'll just have it. But we're losing so much of this, I'm gonna stream off and go jump back on for a while. And then, you know.